吉住くんだよね。高校の同級生の吉住くんだよね。私のこと好きなのに一言も話さなかった吉住くんだよね。ちょっと待っててね。あの頃と全然変わってないでしょ。吉住くんも来てくれる？私のことちゃんと見る勇気がなくて、私の親友だった瞳のこと見てたでしょ。そういうの良くないな。大丈夫、どう考えても私のも経験豊かだから、傷つけないでちゃんとリードしてあげる。私と結婚したいの？ちゃんと非表示しないと奥さんになってあげないよ。ひとみ？うそうそ、吉住君は私の部屋にいる。バレー部の私のことずっと見てたでしょ。あれ、瞳のこと見てたのかな。50日目にマスク水になってあげるって言ったのに、やっぱり49日にいなくなっちゃったね吉住くん。私残っていいですか？もしかして、なんか裏切られた気分。大嫌いです。牛も、あ、でも焼き豚、焼き鳥、豚、鳥、訓読みと音読みなんで、どっちか統一した方がいいよね。焼き豚、焼き鳥、もしくは焼き豚、焼き鳥。でも焼き豚ってなるとさ、なんか別のメニュー思い浮かぶ。やっぱりそれは鳥の方が情報して、焼き鳥、焼き豚、焼き鳥。そうする。でもそうやって多分もうお互いに譲れないところはあるんだよ、豚と鶏だけ。不思議だよね、豚も鶏もそういうつもりで生まれてきたわけじゃないから、焼かれる前提で生まれてくるわけじゃないから。不思議だよね、そういうの。そんなつもりでやったんじゃないとか、そんなつもりで生まれてきたんじゃないとか、そんなつもりで行ったんじゃないとか、そういうことってよくあるよね。同じ人間同士なんだからさ、そんなつもりでっていうことにならなくてもいいと思わない？遺伝子情報ほぼほぼ一緒なんだ。不思議だよね、なんていうか、まあ簡単に言っちゃえばめんどくさい。
ほんと不思議だ。関西弁で言ったら不思議やな。関西弁で言う意味なかったな。不思議だ。いやほんと不思議だよね。不思議、不思議。皆さんはどんなことが不思議ですか？新潟といえば越後の虎、上杉謙信大好きです。上杉謙信女性説の謎、歴史ミステリーが気になります。ということで、不思議に思っている上杉謙信女性説を検証してまいります。その正体はいかに、戦国のリボンの騎士だったのではないでしょうか。その根拠としてですね、織田信長は謙信に源氏物語の屏風を送っております。これは当時の常識として姫君に送るプレゼントだったんですね。そして昭和43年、いろんな歴史観を持っていらっしゃる矢切富雄さんが、上杉謙信女性説を初めて提唱しました。で、謙信の死因はなんと婦人科系の月経関係の病気で亡くなったというふうに、記録が残っております。で、1ヶ月に数日原因不明の腹痛があったので、これは生理だったのではないか。謙信が女性であることを示唆した歌が民衆の間で大流行しておりました。大間で女性好みの思考があり、敵に死亡という、思いやりのある性格であったことは大変有名でございます。実際に死亡を越後から、甲府松本方面に送った、死亡問屋のご子孫の方の証言もございます。で、手紙や肖像の、表現が女性的であること、生涯妻をめとらず周囲に 女性を置かなかったことなどが、上杉謙信女性説の根拠となっております。皆様はどのようにお考えになりますか？上杉は男性だったのか女性だったのか。そしてですね、提供はみやちゃんでございます。小さな宮戸美術館、小さな宮戸美術館、こういう美術館を、の館主、美術館長で、声優、歴史語り部などをしております。上杉謙信といえば武田信玄、武田信玄が、好敵手、ライバルでございます。そしてその上杉謙信が同盟を組んでいた、近衛前久は織田信長と大変仲良かったんですね。